日本陸上競技連盟は7日、8月19日、日本時間に開幕を迎える世界陸上ブダペストの追加代表選手を発表した。これまでに発表されていた選手と合わせ、63選手が熱戦を繰り広げる。前回大会では男子100メートルで日本勢初の決勝進出を決めた、サニブラウン・アブレル・ハキーム、24、トーレ、 が男子100メートルと 4×100 メートルリレーに5大会連続の選出。同種目に、先月7月に行われたアジア選手権の男子100メートル決勝で自己ベストの10秒02をマークした柳田大輝2-0、東洋大、6月の日本選手権を10秒11で優勝した坂井隆一郎。25、大阪ガス、がメンバーに入った。女子では1500メートル、5000メートルの2種目に田中望み。 23、ニューバランスが選ばれ、7月のアジア選手権女子1500メートルではシーズンベスト、日本歴代9位の4分6秒76で金メダルを獲得し、好調をキープしている。前回大会では800メートル、1500メートル、5000メートルの3種目での出場だったが、今大会は2種目に絞っての出場となった。 激戦となった女子100メートルハードルは6月の日本選手権で優勝した寺田明スカ33、ジャパンクリエイトグループ。6月の不施スプリントで寺田に0.01秒差で競り勝った青木駅に、2977銀行。4月の小田記念から4レース連続で自己ベストを着実に更新してきた田中由美24、富士通が選出された。山崎和彦協会委員長は、 史上最強の選手たちが集まってこの世界陸上に臨むことができることを大変私たちも期待でいっぱいであります、と力強く話した。そして、サニブラウンの選考については、滑り込みというところもあったと思います。このワールドランキングで入ってくるということで非常に前半調子が上がらないっていうところがあったと思いますけれども、 逆に言えば最後の方で記録上げていくというところであると、世界陸上でピークがギリギリに来るのかなというところも期待は込めている。私たちの夢であった100メートルのファイナリストというところが達成できた選手ですので、と大舞台の強さに期待を込めた。世界陸上ブダペスト代表、男子100メートル、4×100 メートルリレー、サニブラウン・アブレル・ハキーム、2-4、通れ、5回目。 坂井隆一郎、25、大阪ガス、2回目。柳田大輝、20、東洋大、2回目。男子200メートル、4×100 メートルリレー。宇沢飛羽、20、筑波大、初出場。上山幸樹、24、住友電工、2回目。男子400メートル、4×400 メートルリレー。佐藤健太郎、28、富士通4回目。 中島祐希ジョセフ21東洋大2回目佐藤風雅27水野2回目男子5000メートル塩尻和也26富士通初出場遠藤裕ゅが25住友電工2回目男子1万メートル田沢蓮22トヨタ自動車2回